こんにちは、マセン6494です。今回はアパホテル富山駅前に宿泊した感想についてですね、お話ししていきたいかなと思います。まあ、いろいろとあるんで、まあ、それは後々説明させていただきます。まず、まあ、入り口がこうあって、まあ、広いかなと。そして浴槽を開けます。開けると、まあ、お風呂がなんか画面上だとそんな大きく見えないんですけど、結構広いです。はい。まあ、その理由は後々説明します。で、ここ基本的に、なんだっけ、露天風呂があるんで、露天風呂入るのがまあ理想かなと思って、まあ、宿泊予定にしたんですけど、まあ、いろいろの関係があって、今回一回も入ってないです。これがちょっとポイントなんですけど、後々説明します。はい。で、まあテレビとこの感じですね。椅子がこれ。はい。で、まあ、とりあえず宿泊費ですね、まあ、いくらなのかっていうと、1日目が4200円、2日目900円、3日目4800円の3日間でトータル9900円ですね。なので平均1泊3300円になります。はい。この200目900円っていうのはクーポンがあって、2日目連泊の人の2日目は1000円になるというクーポンがありまして、じゃあなんで900円なのっていうと、アポホテルのアプリからまあいろいろやるとどんどん安くなってくるんですね。まあ、その方法を使うと、まあ、すごくお得に泊まれますよっていうことですね。まあ、ただ200目今回した理由としては、基本的に3日間宿泊するときはだいたい登山に行ってるとかそういったことをしてるので、例えば登山の場合だとテント泊するんで1日目と3日目だけ宿泊みたいな、そんな感じにするんですね。まあ、ただ今回アパホテルで、しかも2日目安いんで、で荷物とかもいちいちフロントに預ける必要なかったんで、でスーツケースここに置きっぱで、まあ、いつでも戻って風呂に入れたりとかいろいろできたりするので、まあそういった関係で、200目は宿泊にしました。そしてこのツインの謎ですねを説明すると、今回ですね、まあ、別に女と一緒に来てるとかそういうわけではなく、アパホテルって多分確かアプリ会員で連泊かどうかそれも分かんないけど、で入るとたまにグレードアップするんですね。まあ、多分自分の場合は毎回グレードアップするのかもしれないんだけど、グレードアップして、もともと一人シングルベッドの部屋を予約したんですけど、グレードアップしてツインになりました。でさ、思うんだけどさ、ソロで来てるのにさツインにするってさ、めちゃくちゃ喧嘩売ってんのってすげえ思ったんだけど最初で、風呂の浴槽が広いって言ったのはツインの部屋なんで広めになってるですね。まあ、そういうことです。で、ただいい点としてはツインになるんで2人用もらえるんですね。なので水がここ今2つあるんですけど4つあります。で、歯ブラシとかティッシュとかも倍、耳かきとか歯ブラシとかも倍になってるんで、基本的にそういう歯ブラシとかそういうの日常的に使うものは持って帰るんで、まあすごくそれはまあ重宝するかなとは思っております。まあ2つにするんだったらセミダブルの部屋とかにすればってすごい思うんだけど、まあそれはそれでいいかなとは思うんですけど、まあセミダブルになると一人部屋になるから水とかも半分になったりとかそういうになるから、まあ結局は
まあどっちもあれなのかなと思いますね。まあ良かれと思ってやってるのにこんな文句言われるのかいという感じなんですが、その通りです。はい。で、まあ、受付の対応としては別に普通でしたね。うん、可もなく不可もなく普通な感じ。ただすごくメリットがあるとしたら、あの富山駅から徒歩めちゃくちゃ近いですね。3分から5分の間で着きますね。慣れちゃうと、あの富山電鉄、電鉄富山、まあどっちでもいいんですけど、そこからあのスッと行けますね。すぐに出て左曲がってまた左曲がれば着きます。なので、まあ、すごくアクセス的には便利じゃないかなとは思います。うん、そんな感じでございました。はい。ということで今回はアパホテルの富山駅前に宿泊した感想についてお話ししてきました。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。